はい、ファンコイさんです。はい。おー、なんか、原始人が新しい携帯を。13ですよ。13にしました。ついに。もうでもさ、もう君が新しい携帯買いだせいで、みんなパニックでしたよ。入れないっつって。最悪ですよ。やっぱね、ほんとあの、携帯会社に絡め取られていく感じすごい嫌だね。いろんな新しいシステムが勝手に変わってたりとかしててさ、はいはいはい、何これみたいな。何年か前に契約してたプランはもうなくなっていて、うん、なんか、うん、ああはいはいはい、店員も知らないシステムをずっとなんか払い続けてたりとかしててたりとかさ、あるねそれ。でプランがいつの間にか、うん、その上位互換に なってるのよ。それ知らされないままさ、うん、あの高い携帯代を払わされていたりとかさ。なんかうまいことやってんなみたいな。俺やっぱ結構なんだかんだ2年間で変えてるんだよ、コンスタントに。あ、でもそれでもあるもん、やっぱり。あ、これでしたら今の新しい方が、あのお得なんて好きに変えてきますねみたいな。オプションもいっぱい付けられちゃうじゃん。うん、あれさ、もうじいちゃんばあちゃんがいいターゲットだよね。いやもうそうだと思うよ。じいちゃんばあちゃん入りは安くてさ、今さ65歳以上のなんとか900 毎月月々980円これ入ったら大変なことになっちゃうぞと思って。いや、自衛していかないと、本当に。そうですね。ですね。はい。ギター売ります。あれですか知人に、あったって。うるさい、いつ、あの赤いテレキャス売るんですかって言われてたんで、売ります。飽きちゃったの。いや、逆に、うん、そっちばっか弾いちゃって、あ、そうなの、僕の本妻をですね。あ、本妻が弾かなくなっちゃった。本妻弾いてなかったんで、はい、これは良くないな。そうなの。でもあれ、なんかほんといいギターっていうかさ、うん、ぬるま湯につけてくれるギターだよね。いや、ほんとそうなんですよ。だから、弾きやすいがバーって弾いちゃってたら、うん、ちょっとあの本妻の方がですね。そう、あれ、ずあればこればっかり弾いてると、他のギター弾きにくく感じちゃうよね。で、やっぱり本妻弾いたら、音いいんですよね。あー、なるほどね。うん、それが愛だね。そう、これを弾かなきゃいけない。うん、だから浮気してたってことだね。そうですね。あの、コメントでもね、あ、それ探し、僕も探してましたみたいな方も多いんで。はい。もう、ええかなと。確かに。はい。ということで、はい。こちらですね。いいですよ。もう、ポツ傷ちょっとあるけど、でも、ほとんど綺麗ですね。フレットも減ってないし。新品と変わんないです。2017年の、エキゾチックウッドシリーズ、フェンダー USA テレキャスターデラックスかな。98年の、ハリケーン・ミッチがホンジュラスを襲った時に、倒れてしまった、ホンジュラスマホガニを、フェンダーがレスキューして、ボディが、なんと本魔法を使ってるという。でもこれネックもいいよね。ネックも本魔法ではないんですけど、魔法がいいですね。ピックアップは、何でしょう、ショウ君。ティムショウ。ティムのショウ君。小川ティムショウ。あ、小川ティムショウって可愛いね。小川ティムショウです。ティムの方のショウ君で、うん。小川ティムショウっていそうだよね。まあ、いそうということで。まあ、はい。はい、で、あの、ティムショウワッカーですね。巻き数が少なめの。ハンバッキングですね。で、日本に多分15本くらいしか入ってないです。はい。で、重さ 3.5 くらいですね。これはね、うん、お気軽に電話しちゃうよね。だってもう生音の時点ですごい弾きやすいもんね、これ。やっぱフェンダーようやっとるわ。いやなんか、ね、進化、そういう意味でだから、進化はしてるのかなって気がするよね。うんうん、だってすごい生鳴りも綺麗だもんね。ああこれね。あのいいミッド感出てんだよな。
なんかちょうどだから、なんていうか一番下のローがなくって、うん、ミッドがこうキュッてなってて、うんうん、ええー、感じこれは、はい、普通のサイズの、そうです、普通のサイズのハンバッガーで、あの、あれですね、あのシングルと並べた時にシングルと違和感がないような巻き数になっているという狙いです。そんなモコモコしないの、うん、なんかパフっぽいピックアップを乗っけたレスポンみたいな音がするんだよね。アフっぽいピックアップを乗っけたレスポンみたいな音。確かに。ああ、そうだね。でしょ。いや、マジでそうだわ。悪くないっすよ。嫌なローもないし。これはマジで悪くないよ。そう。これね、ずっと弾いちゃうの。うん、これ売らない方がいいんじゃないの。え、なんで。いや、これマジでいいよ。こんな都合のいい女、なかなかいない。マジで。でもね、確かに、マッキング、ボーカル向けじゃないかもしれない。そうですよ。リードプレイヤーは、これいいと思う。うんうん、マホネックにしたいんだよな。新ラインをもう引き倒してやろうと思って。ああ。まあね。でもあれはこんな甘やかしてくんないもんね。そう甘やかしてくんないし、そう意外にそうね、このサスティもないからね。意外にそうだね。サスティもないし、これはでも甘えたい人にはぴったりですよ。本当に。そうね。めっちゃ弾きやすいもんね。そう。それね、めっちゃ弾きやすいんですよ。いや、いいんだよね。やっぱ昨日、このギターもちょっとさ、逆取りしてて、うん、やっぱりなんか、あれと思って、で、あ、そう、外さなきゃいけないかなと思ったら、こいちゃんになるんですよね。できる女だね。そう。で、なんか、東海もちょっと逆取りしてて、うん、東海外さなきゃいけないっていう。そうなんだね。でね、本線は沿ってなかったんですよね。なんか、あ、味噌汁作ってあった。めっちゃ使い方悪い。そう。作ってくれてるじゃんみたいな。今その新ラインともうなんかその東海のストラトで、あもう結構いいなって。うん、これ覚えておいてください。そう覚えてください。でもさ、ま、もう病気だから、うん、なんかは買ってないとダメなんでしょ。興味なんかに興味は持ってない。俺でもねこの動画やり始めてから結構やっぱ減ったわ。あ、減ったんだ、これで。減った減った、うん、これでって今思われてた。そうそう、これでって思われた。でも俺と同じ病気になってる人いっぱいいるから。そう、いっぱいいる。誰も言えないレベルの人がいっぱいいる。そうだから、そういう人たちが楽器業界回してるわけだから、うん、そうだね、君は感謝しなきゃいけない。ありがとうございます。であとはね、ストラト買うのもいいなと思ったんだよね。あんまりこう手を伸ばしてないので。確かにね。そうっすね。まあ言っとかないとね、一回は。そう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 。だから南くんもね、一回言った方がいいと思うんですよ。ええまあ、ストラトみたいなギター持ってるけどね。ああ。いや、もうないっす。あ、本当に。あれ言ったんで。あ、本当に。じゃあ一緒にストラト買おう。まあ彼のこうポリシーとしては、人と被らないっていうギターだから、もうストラト買った時点でもうその他大勢になるんですよね。ストラトは苦手だったんですけど、あのやっぱ56年弾いたら、あれぐらいのレベルじゃないと多分欲しくならないかなって思います。いや、これでも相当いいよ。いや、相当いいよ。あのね、ここのね、
ジョギングしてる感じとか、もうレスポールかっていうくらい細かいので。そうそう。えそう。そんな音伸びんの？だって、テレキャスなんかさ、音伸びないじゃん、あんまり。伸びない伸びない。これ何っていうくらいの音伸びなんですよ。ずっとどこも音太いし。これいいぞ、めちゃくちゃ。いいっていうか、でもこれしか弾けなくなるかと思って。これ、じゃあどういう方におすすめなんだろう。どうすかね。あ、だから前も言ったんですけど、まあ、フェンダー系、テレキャスターとか、ストラトキャスターとかを使っていて、うん、でハムのギター欲しいなっていう。なんかピックアップとか、なんかボディ厚かもわかんないけど、ピックアップもなんかあの、ギブソンみたいな、なんか中域がゴクンって出る感じでもないし。うそうだね。これはなんか、本当ある方向でかなり完成されてる。ある方向で。感じがしますよ。そうですよね。いや、素晴らしいギターだと思いますけど、僕はもう手放します。じゃあ、同じです。はい。はい、あの、分かったんで、はい、はい、君欲しくなってるじゃん、ちょっと。うん、そうだね。でもね、だからこれがつまんなくなっちゃうやっぱあれね、それはね、それがあんのよ、聞き応えがないっていうか。そうなんだよ、そうなんだよ。もう、サスティが伸びてることが普通になるんだよね。うん、そうだね。あの、うん、何でも言うこと聞かれすぎると、うん、なんか、あれなんか好きって気持ちどこ行っちゃったんだろうみたいな。ちょっとやっぱさちょっとわがままなやつの方がなんか癖になるみたいなのはあるよね。最初からそんな付属品なかったんですけど、これはなんか多分その多分照明というか何なんだろうね。だからホンジュラスマホガニ使ってますせみたいないう感じですかね。なんかその紙ですね。はい、はい、なんでケースもちょっとないんで、まあソフトケースを取ります。ということで、まぁ、あ、ちょっとフェンダー系でハンバッカー欲しいなっていう方に、フェンダー系でギブソンっぽいギターが欲しいな。まぁ、あ、僕もそうでしたけど、ギブソンっぽいギター欲しいなっていう方におすすめです。あとはまぁ、あ、もうバリバリ弾く人ですかね、なんか、なんていうのかな。いやそうだね。うん。結構何でもいけるかも、これ。うん。おいくら前？ 22 万円税込み。おぉ、はい。定価33万円なので、22万円税込みでございます。いや、これはね、後悔ないと思いますね。はい。いや、これマジで弾きやすい。もうずっと弾いちゃってる人。ケニーがずっと弾いてますが。この辺がすごい気持ちいいね。なんかレスポール弾いてる時もそう言ってるよね。レスポールのここはいいよねとか言ってるよね。ここの音が太いから。うんうん、でもな、あえて弾くんだったらレスポールしたいよね。自分だったらね。うん、はい、22万円税込みでございますので、ご連絡いただければと思います。ファンコイさんでした。ありがとうございました。